子宝に恵まれますように5人欲しいです。まずは旦那さんを見つけたいと思います。こちらが子宝に恵まれるミーフ川というところらしいです。早速お祈りしたいと思います。子宝に恵まれますように5人欲しいです。大丈夫だと思います。これで5人は授かれると思います。まずは旦那さんを見つけたいと思います。ここが女性の岩という呼ばれているところです。面白い、こんなところまで来れちゃうんですね。綺麗です、すごい気持ちいいです。波の音がすごい聞こえますよ。高松奈々チャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんは、シューベルト。